ら行きたいと思います。仮面のリンス花丸、これね持ってたんですよ、昔持ってたんですよ。これももう一回やりたい、自分的にもう一回やりたいゲームの上位で、まあ再び手に入れましたので行きたいと思います。これ楽しいのよ、結構楽しかった記憶がすごくあるのよね。まあ、グルさんと一緒にやってたのを思い出しますが、今回は一人で行きたいと思います。ということで行きましょう、仮面の忍者花丸 GO。 さあ、まあ、ルールは、まあ、ルールっていうか、まあ、ただのアクションゲームなんで、うわー長そうな雰囲気ですな、これ時間かかるぜ。攻撃はこう、自分ではいかない、この鳥を使う、確かこのでかいのをやると術かな、これどうやって使うんやろ、上 B かな、ナマズ術にして開けたら術なんやろ多分、ちょっと何言ってるか分かんないかも分かんないですけど、開けたら2、これ何だっけ、何だっけ、ボスで使うんやったっけな、とりあえず行こう、とりあえず行こう、分かるやろ、これなんか羽ばたいたりできるのか、あ、やっても、え、一撃これ、そっか、でもちょっとあれやもんね、ダメージの、なんていうかあれはないから、一撃や食らったら術の出し方がわからん、どうやって術出してたっけな、未だに術の出し方がわかんないですけど、あの雷の術が多分できると思うやん、全く術が出ません。パワーが足りていないのか、それとも術の使やり方が間違っているのか全く分かりませんが、術が出ませんね、怖っ。ナマズの術が絶対できるはずやん、どうやってやんねん、いやマジで分からん、なんかタイミングがあんのかな、まあいいや、とりあえず行こう、とりあえず分からないことはまあ後で調べるとして、とりあえず、あ、できた、下 B や、下 B、 いや地面におるやつ瞬殺って感じかな、いや意外とね、意外と操作がシビアなの、一発しか食らったらあかんって結構怖いっすよこれ、雷になった、出ないんすよ、だから多分雷の魔法はすげえ MP がいるんやわ、MP って言っていいか分からんけど、これ何、びっくり、あ、ボスかな、わ、よく来た、忍術比べだ、なんで右からやねん、今左から入ったんやから左でええがな、俺から行く、え、ずるくない、いやずるいやろ、こうやろ、勝たなあかんじゃん、これだから2倍使ってのこうとかか、あー、こういうことや。で、最終的に勝てばいいや。体力めちゃくちゃあるから絶対勝てるやろ。向こうちょっとカード的にはずるいですけどね。1の時に叩き込むか、もう地味にこうやって倒していくかや。向こうね、4持っとるから、4来たらもう負け確なんよ。こんなんでも、8でしょ。まあ何も、今んとこ何も考えなくても大丈夫そうよね。ボス戦この感じかな、おもろいね、かける2があったってことはかける3もおるな、多分ここにかける4も来るかもね、ダメージ食らってみようか、どうなるか、全然やし、いや体力ありすぎやから絶対負けへん、負けるわけがない、いやまあまあ食らっとこう、でおにぎりを1回使ってみよう、熟もの目、俺から行くよ、1出せ、早く1、そうやつの1はあと3枚あるから OK、 だから5の時は、向こう5の時はもう食らっといてもいいぐらいですね、でこっちが1で3で2倍でドカーンダメージ与えた方が楽に倒せそうな感じはする、シェイ、後にどうやってダメージ与える、あ、いや、ちょっと待って、済んだか、あれ、ちょっと待ってくれ、
あれちょっと待ってください。済んだ、済んだのかなこれ。1積もりよったとしてよ、2でいくよね。おい、ダメージが間違った、完全にミスってるやん。いや、もうダメージ与えられへん、完全積みやがな、これ。いきなりボンミスやんけ。こんなシビアなもんか、これ。あれかな、まあでも全部判定みたいなことがあるかな、判定。でも村田戦のこともあるしな、全部使い切って体力が余ってりゃいいんでしょ。いや、それも危うくなってきたぞ、これ。じゃ、それ自体も危うくなってきてるよ、これ。大丈夫かよ。こうなるよね。これはちょっと数学の能力が、私足りないと言われてる数学の能力が必要やね、これ。え、でもあとダメージ3やわ。食らってもあと3なんで大丈夫。判定にもし持ち込めれば勝ちやわ。一回ちょっと、じゃあ次あたりでおにぎり使ってみる。おにぎりがどれぐらい回復できるかですね。多分回復やと思うからね。さあ、どの忍術を使うか選べ。おにぎり、お、よし、勝負だ。え、2食らって、ああ、めっちゃ回復した。ライフアップの術か、なかなかやるな。食らうのは確定なんや。食らうけど回復できると。ただまず先に額面の金額は食らってまうってことだよね。え、勝ちで頼むわ。見事な戦いぶりだ、お前の勝ち。ああ、よし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 。いや、ここちょっと危ないっすよ。俺これちょっと次回から気をつけますわ、ほんまに。ちょっと次回からマジで気をつける。ちょっとこれ怖いわ。こんなことに陥る、こんな、なんていうか、こんな事態になるとは思わなかったんで。いや、ちょっと本当に気をつけたいと思います。はい。ということで、1ステージずつ動画を分けていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。よかったら最後まで見てください。では見ていただいてありがとうございました。